じゃあ、とりあえずね、トミックスから、昨日、おとといの火曜日、繊維化情報があったんですけど、出荷情報が昨日出て、鉄コレの方もね、火曜日出てたみたいなんで、動画にしていきたいかなと思います。まず発売日情報行ってから、鉄コレの方にね、飛びたいかなと思います。まずこちらですね。一応、昨日情報出まして、一応ここですね。昨日情報出て、明日ですね、ごめんなさい、来週の金曜日、発売になります。で、一応、店舗によっては、午前中に発売されない可能性があるんで、ご注意ください。これはマジなそうです。俺1回じゃね、2回食らってんだ。まあいいけど。一応これですね、ファーストカーミュージアムの形成の、A 型。一応こちら、アドバイト。で、遅れておりまして115ケースですね。まあ一応ね、今回の1時から、前面のガプラが変わったりとか、中間の連結器もね、配管付きになったりとか、まあ結構ね、リニューアルからった HG の、あ、ごめんなさい、間違えた。こっちか。あれ?あ、こうですね。各連結部には配管付きのガプラ装備なんで、ね。まあ今回新しかった、115ケースね。まあ一応やっと出荷が決まりました。まあこれもなんだかんだで、ね、2ヶ月ぐらい遅れてたんで、待ちに待った人いるかなと思います。で、あと、オハ50ですね。まあ、イタリア東京の客車列車。で、そして、パイチか。一応、長岡のローズ施設と、レインボーですね。まあ、95号機。そうですね。まあ、やっと発売と。で、H ゲージのサンダーバードですね。一応、こちら新品、出るみたいです。で、遅れ取りまして500件の再生産ですね。まあ、こちらも再生産のくせに1ヶ月、2ヶ月ぐらい遅れてたと思うんですけど、まあ、やっとの発売日でございます。はい、そんな感じですかね。で、あと、まだ今月発売日が確定しないやつですね。H ゲージの機関車、そして N ゲージ何個かありますんで、先もそちらも案内です。まず N ゲージがこちらですね。機関車、ごめんなさい、485系か。485系の1000番台、これ前期型でいいんだっけ確か一部車両。わかんねえ。書いてねえから、どっかに。一応そうです。シャバン JNR、JL マークってことは前期型か。あ、そうですね。一応前期型、あまり前期型増加って今ですけど、あ、これ初めてなのかな、一応。まあ一応ね、こちらプラス、あとトーマスですね。一応こちら、機関車トーマスの、客車もしくは、もろもろセット。一応、こちらがね、まだ発売日確定しませんので、もしかしたらなんですけど、来週の木曜日か金曜日あたりに出荷情報で言えば、8月27日、ギリギリ間に合うかなと思います。ただ、どうなるか俺もわかりませんので、ごめんなさい。まあ、そうですね。一応、こちらっすね。まあ、一応、これね、俺も予約しますんでね、引き取り次第すぐに、紹介したいかなと思います。まあ、一応、こんな感じですかね。で、これさ、皆さんに一個だけ聞きたいんだけど、これどうなってるんですかね。俺、これ、こっち予約しちゃったんですよ。5万の方。ただこれさ、見てもらうと分かるんですけど、室内灯のオプションパーツは入ってるんですけど、カプラーのオプションパーツないんですよ。どういうことかっていうと、これ。客車だけのセット、このオレンジの客車セットの方があるんですけど、3両入りの。こっちに関してはね、ちゃんとカプラーのあるんですよ、0373ってやつ。ただ、なぜか、こっちの、俺が予約した紙箱の機関車もろもろ、おもちゃセット。ごめんなさい、いぶき510のとおもちゃって言っちゃったけど、こいつにはなぜかね、カプラーの、あれ入ってないんですよね。ただ一応、カプラーもさ、HG になってるって記載がないんですよ、一応これ。今回 HG って機関車だけなんですよ。あ、ごめん、間違えた。あれどこだっけ。あ、そうですね。一応こちら。トーマスはハイグレード仕様で、客車の方に関してはハイグレードって記載がないんですよ。だから実際今回車両的にもここハイグレードってマーク入ってないんですよ。だから機関車の方には一応ハイグレードって入ってるんですけど、こっち。あ、入ってなかった。あれおかしいな。そうですね。入ってないですよね。失礼しました。まあ一応ね、こちらハイグレード仕様と入ってるんですけど。そうですね。一応アーノードカプラーが付属とはなってるんですけど、まあ一応これ前側ダミーカプラーなんで。ちょっと面白いんですよね。現状どうなってるかわからん。ただ一応、ランナーパーツ10連用の自連型ジェネカプラとか入ってますんで、その辺がどうなるかか。ちょっと俺もごめんなさい。これに関しては、ちょっと俺もね、今現在想定がないところが来てます。一応これ俺予約しますんでね、関係あるんですけど。で、こちらですね、リバティ。一応こちらもまだ発売日出ておりません。ただリバティに関しては、ね、一応ツイッター出てたのは、インサートが、かっこよくなるみたいですね。この6両セットに関しては。だから一応、ポポンの買わずに一応トミックスの市川しかで、まあ、市川しか接してるかもしれないけど、まあ、待つ人にとっては、まあ、朗報なんですかね。ただ今回、新たにポポンデッタも、東部のリバティが結構安い値段で出てきましたからね。俺、それまだ案内してないんですよ。なぜかっていうと、ポポンデッタって商品詳細が出るまで発売日近くになると出てこないんで、すいませんけど、案内しなかったんですよ。一応、今回も2セット出るのかな、確か。6両セットかなんかが。あれ、違ったっけ?あれ、確か2セット出るはずなんだけど。こっちか、間違えた。一応、そうです、リバティ、こちら。あれしたか。あ、ごめんなさい。今回は、あ、そうです、2本ですね。一応これ、増備車6両セットの2万3100円と、初期車プラス増備車の6両セット2万3100円。一応これが出ますんで、一応お値段安いんですよね。税込みで2万3000円ですかね。トミックス、なんと今回税込みの値段確か、3万だっけ約。そうです、3万なので、ここは一か八か来たと思うんですよね、やっぱポンデッタ。だからちょっとね、これに関しては、ちょっと2万3000円って安いんで、ちょっと欲しいんですよね、俺も。ちょっとそれはだから、発売がいつになるか分かんないんで、まあ発売したら、予算次第で買おうかなと思います。まあ一応ね、リバティも、今発売に出てないんで、ご注意くださいって感じですかね。で、ここから一応出す、ごめんなさい、あと一応か。一応の7区っすね。
まあ九州走ってた藤房か。やっぱ76って言ったら藤房なんですよね、個人的に。あながち間違いですね、一応富士はやぶさと。まあナンバーがこちらと。まあ一応一部の76に関しては、解体されちゃってますから、現存するやつも数少ないですからね。やっぱ寂しいですね、こうやって一時代、まあ昭和の一時代を築いた車両たちがなくなるっていうのは。ただ E4 系に関しては昭和じゃないんであれなんですけど。まあそんな感じですかね。あとはなんか HO の、歌詞があるんですけど、これもすみません、俺完全に関係ないんでスルーします。まああとそうですね、俺が関係してるのはやっぱり遅れてる、まあ京王線とかか。一応こちらっすね、遅れてる、あごめんなさい、こっちか。一応京王線っすね。まあ期待はしてるんですよね。ただ試作品が一応今までこれしか出てきてないので、ちょっとまあ気になってるところなんですけど、まあなんも大丈夫かなと思いますね。やっぱりあと一部の人が気になってるのはこちらですかね。やっぱり今回常磐線のマット139、あの横須賀色が出ちゃったんで、更新車の成田線どうしようかなって常磐線考えてる方いらっしゃると思うんですけど、悩みますよね、重量セット。まあ俺はもともと9000品のトミックスと加藤の上の東京ライン持ってるんで、まあトータル30両。まあ今回ね、常磐線の方に関してはまあ最悪スカ色だけでいいかなと思って買わなかったんですけど、失敗しましたね。うん、そうですね。ちょっと失敗しましたね。まあ一応上の東京ラインのね、品川まで来る15両編成再現できたりとか、まあはたまたね、成田線で、ノーマル編成5両プラス、スカ色5両の10両編成とかっていうのも、まあ陳謝料としてありますんでね。しまいにあれか、上のまで来る10両編成に付属プラス付属っていうのもあるのか。一度俺乗ってみたいんだよね、その付属の10両編成ってやつ。俺今まで乗ったことないんですよ。まあだからね、注目も、まあ一応こちらもあるんですかね。やっぱり俺が気になってるのはこちらですかね。未だにこれデータ的にはちょっと出てないんですけど、一応こちら、700系のアンビシャジャパンですね。まあ TOKIO の歌にもありますってやつなんですけど。まあ一応2003年の品川駅開業時の、あったんですよね、品川駅開業の際の、まあ貼られてたんで、懐かしいんですよ、ちょうど俺が6歳の頃か。もともと品川駅が、開業なんかその前に、ずっと望みようと思ってたんだけど、開業自体もそうなんだ。まあ一応ね、サンビシャパン。で、これは面白いですけど、一応これ、先頭車にはアンビシャパンの装飾印刷見て書いてあるんですけど、これ、いまだに中間車のこの丸型、一応これ画像見てもらったからですけど、中間車のこういう、青幕の白地の、この丸ロゴに関しての記載が、いまだに一言も入ってないんで、これちょっとやばいんですよね。だメーカーがこれに気づいてればいいんですけど、気づかずに出荷してあげるのに、リコールかかるか、インレター後で送るから、自分で貼ってくれたら、それは俺ぶち切れますからね。まあ、リコールだったらまだいいかもしれないけど、下手すらインレターなんか貼り慣れてない人もいらっしゃると思うから、どうなんだろう。そうですね。まあ、一応紙箱なんでね、期待はして今回予約したんですけど、1本だけね。さすがにこれに関してはね、2本予約する根性は俺にはなかった。まあ、そんな感じですけど、一応お値段が定価で5万しますからね。結構高いですよね、これ。なので、これで16両5万が高いって言ってると、後々面白いことになりますからね。一応すいませんね、無駄話してて。で、まあ、こっからはそうですね、あと話が脱線なんですけど、あと俺が予約してるやつだけ、まあ、ちらほら行きましょうか。まあ、トミックスですね、一応9月までは予約してあるんですけど、それ以降がぴっきり予約なくて、次の予約が12月ですね。ピューンって飛ぶんですよ、ここ一気に。まずこちら、流れ星新幹線ですね。一応これ予約しました。まあ、トミックスのレインボーの人ないと、あれか、ポポン出てるやつ持ってるっていう理由で、今回トミックス買ったんですけど、やっぱり偏見かもしんないけど、新幹線はトミックスなんですよね。やっぱりこの通電カプラーがある影響でさ、俺結構好きなので、そう、これは結構好きなんですよ、トミックスの新幹線。これは期待してるんで、買って予約しました。俺でもまあまあ安いんでね。あ、そうそう。で、これでね、面白いことがあるんですよ。結構さ、なんだっけ、世田谷車両センターがさ、スカ色の常磐線の帯作ってくれてる中なんですけど、まあいいや、それ後でいいや。ごめんなさい。先に持ってきます。まあ一応こちらですね、1本予約しました。お値段がね、安くて、まあ2万3000円ですね。今まで出てたさ、ディズニー、あ、ごめんなさい、ミッキーマウスとかミニーとかサンリオのピクサーがさ、あいつらが定価で3万ぐらいしてたから、めちゃくちゃこいつ安く感じるんですよね。まあ俺がバカなだけかもしんないけど。一応これ1本ですね。で、続いて201系ですね。一応これ俺も予約してます。ちょこちょこね、動画で言ってるんでうるせえなと思って広しちゃうかもしれないけど、一応こちらですね。朝鮮 H 編成の分割っすね。H 編成だっけ？あれ、201系の場合ってこれ、H 編成っていらないんだっけ？ちょっと待って、確認して。一応加藤の古いやつ持ってるんで、ただ両方とも改造されて今じゃお釈迦状態なんですけど、そう、全部俺改造しちゃってないんですよ、ちゃんとしたのが。やっとったどうなんですかね。 H 編成ってまあそもそも全部うちが持ってるのがさ、 T112 だったり T101 だったり T130 だったりで、うち分割編成の201系持ってないんで、まあ一応ね、今回やっとね、まあ久々の復帰ということで、一応これですね。基本セット、こっちですね。この基本セットをこれ、同期セットもこれってことで、一応フル編成2本、導入予定、まあ導入確定でございます。で、あと1月ですね。まあ一応今回やっぱり1月出たのがこれですかね。常磐線の、マット139。まあやっぱり注目なんですかね。今回ね、やっぱりヘッドマークも作ってことでね、俺予約しました。で、これ値段見てほしいんですけど、これなんですよ。お値段がなんと税込みで19,470円なんですけど。で、じゃあその、さっき言った、来月発売される常磐線のノーマルカラーがいくらかっていうと、それも面白いんですよ。どこだっけ。どこだっけ。これ、ね、俺ちょっとやり方失敗してたんで、いい、あったと。なんとお値段19,140円ってことで、なんと税込み300円しか、税込み330円しか違わないんですよ。
だから300円出すだけで、こっちのヘッドマーク付きに帯も変えられて発売されるんですよ。正直ね、これはね、世田谷処理センターとかで確か帯ね、張り替えるやつ出てるんですけど、それ買った人ざまって感じなんですよね。言い方してるかもしんないんだけど。なんでかっていうとさ、俺下手なんですよ、帯張るの。今までインドネシアのやつだけやってきたんですけど、ことごとく失敗してるんですよ。斜めったりとか、ずれたりとか。だからね、正直言うとね、300円でね、ヘッドマークも付けてくれて、塗装も変えてくれるって考えると、俺はお買い得かなと思うんですよ。しかも、シャバも印刷済みだし。まあ、今まで作ってきたやつでさ、例えば加藤のさ、5両セット買ってさ、シャバを変えたのはさ、結局シャバも変えなきゃいけないって労力あるんですよ。それがたった330円でさ、やってくれるって考えると、俺はこれお買い得かなと思うんですよね。そう考えるかどうか人知らないのかしかんだけど、俺はただお買い得かなと思ってます。個人的にね。まあそうですね、期待っすかね。で、そうですね、まあ一応乗馬線これ買ってます。で、続いてこちらっすかね。やっぱり今回、やっぱりこのポスターの中で一目の注目ってったらこちらっすかね。どれだっけ、あ、こっちか。一応こちらです。イオン系新幹線ですね。こちら、今回予約しました。これ行ってます。一応ね、これ10月1日、定期運行終了、まあ、営業列車ですね。定期運行の営業列車終了するってことでね、今回連結するだろうってことでこれ買ったんですけど、ネットで調べました。イオン系の定期運行のデータ、6月中に出てました。一応、新潟支社っていうところが出ております。一応、概要を読むとこちらっすね。よいしょ。一応、これがね、当日の定期運行のダイヤなんですけど、まず、新潟まで行くときですね。一番列車が東京発になっております。7時4分に、東京発車して、折り返し新潟。で、折り返しは多分これですかね。新潟に316号。で、着いた後、12時18分なんで折り返しがこれ。多分325号。で、トンボ返りして14時。で、この48分なんで折り返しが、335で5時40分。で、多分この5時40分でね、当該列車は、寝るのかなと思います。で、逆にこっちですね。上りの一番列車が大体9時40分に東京着くんで、まあ、その折り返し列車がないんですよ。そうなってくると次の折り返し列車。どれになるんですかね、ちょっとわかんないですけど、今まで多分これかなと思うんですよね。12時40分。だから下手したらどっかの車庫でちょっと寝たりとか。あ、じゃあこれ別の台か。ちょっとね、そこが気になってるところなんですよね。一応、東京9時28分の電車もありますんで、あ、便も。それが一応11時33分なんで、まあどうなるかっていうのが現状なんですよね。一応多分これがそれぞれ新潟に片道切符っていうか、まあ並結列車とかいろいろあるんですけど。で、一応こちらですね、谷川の方。越後湯沢駅の方ですね。一応一番列車が一応こちらになっております。高崎6時53分。まあ一応これ、474号なんですけど。一応これ、高崎発のだけで、後でちょっと自己記憶詳しく出します。別動画ですね。まあ東京7時52分なので、まあ一応、こちらですね。一応12分で折り返しできるかとかわかんないんだけど、まあ一応8時4分に行って、で9時34分。で、その後は一応こちらですね。ごめんなさい。越後湯沢、もうわかんないんだけど、まあ11時30分の便もありますんで、まあ、この辺でちょこちょこ折り返すって感じで、一応こちらですね。マックス時、谷川316号、これですね。東京に12時28分につくやつ、途中の高崎駅で、連結するみたいです。で、同じく348号ですね。これ深夜便になるんですけど、一応こちら、高崎21時39分の東京22時28分ですね。一応こちら、新潟22時10分、まあ、こちらの深夜列車も、まあ、深夜列車で、岩田列車、まあ、夜列車が、一応こちらも高崎で連結。で、面白いのはこちらですね。谷川321号ということで、こちらですね。東京2番目の発車の12時40分の列車、これなんと終点の越後湯沢は13時59分なんですけど、なんと越後湯沢まで、16両運転ってことでね、面白いのかなと思います。こちらですね、マックス時谷川。一応時がね、新潟まで行くんで、そうですね、これ面白いんですよね。意外と高崎で切り離すってやつはあったんですけど、だからあれなんですかね、一応これ、まあ、マックス時、谷川谷川ありますんで、まあだから半分の列車、だから、でも一応確か E4 系って今現在7本しかいないって書いてあるんですよ、これどっかに。一応こちらですね。運転中の全7編成に対してなんで、もしかしたら一部列車が連結同士したりっていうのがあるんで、まあ、これは、ね、後でちょっと詳しい内容は調べたいのかなと思います。そしたら動画にしましょうかね。動画にさえしておけばさ、俺も分かりやすくなるかって感じですかね。一応今回 E4 系、これ言ってます。はい、言ってます。だとじゃあね、当日どの列車が運用につくかっていうのは楽しみですかね。まあどうせ、ね、いろんな方がね、YouTube に動画上げたり、Twitter でね、当該編成の写真上げたりするんで、そうなると結構ね、楽かなと思いますね。一応これが現状のドミックスかなと思います。というわけでじゃあ、鉄コレ行きましょうかね。鉄コレの方はもう、暇なんで、めんどくさいんで、巻き巻きでいきたいと思います。こちらですね。今回の新製品全部でラインナップ的には少ないです。なんだっけな。ね、ごめん。あれか。なんだっけな。あ、そうそう。変なやつと、半回電車か。路面電車みたいなやつ。で、バスコレ31段、あ、ごめんなさい。鉄コレ31段とバスが2種類ですね。というわけで、じゃあまず、しょうがないやつからいきます。こちらですね。まあなんか、わかんねえ。なんか、多分フリーランスというか、まあ、この、なんかしょうもないでした。確かつい最近、なんだっけな。一応ゲージサイズかなんかの出てるんですよ。まあ、それに出てるんですかね。一応、東急に似た18メートル級っぽいやつと、何なんですかね、この車両。17メートル級。一応、こちら。機関車に引かれて、まあ、走る、客車列車として運転されたやつですね。
一応保安度向上のために、まあ、バッテリー機関車に変わったのがこっちの A セットで、古い時代のがこの、B セットの、車両みたいです。一応これですね、まあ、動力自体はもともとこの機関車に入れるつもりみたいなんで、まあ、補助動力としてね、あの電車の方に入れてくださいって感じですかね。で一応電車の方にパンタグラフ上げた場合は一応、その分こちらですね、どこに書いてあるかな。一応これ、パンタグラフ、B セットの機関車が0224の、タイプで、まあ、両セットの、元電車には、0238、まあ、入れてくださいってことで入っております。これ何の車両なんですかね。パッと見こっちは東急っぽいんだけどさ、この顔は海外の車両にもあったし、なんかの車両っぽいんだよな。昔いたんだよな、こういう東急の車両。なんだっけな、7000系かな、なんか東急の7000系っぽいんですよね、この顔。いや、7000系じゃねえの。誰だじゃ、この顔。なんか見たことある顔なんですよ。誰だろう、6000系かな。ちょっと調べてみますね、あらかた。なんか昔の東急車両っぽいんですよ。あ、ほんとだ、6000系っぽいっすね。一応これ出てきた東急6000系なんですけど、こうやって見ると6000系っぽいっすね。一応おでこにさ、一等あるスタイルで、まあ一応、補助灯も2個あるんですけど、で、顔面3分割。ただ面白いのさ、コルケードみたいなやつがさ、全部に入ってるんですけど、こっちは上側しかない。一応ただ側面は3枚までなんで、そうそう、やっぱりこれ東急モチーフなんですかね。個人的にはそう思ってる。こっちはわかんねえ。これは A 段かな？なんか昔こういう車両いた気がするんですけど、でも A 段っぽくないんですよね。わかんないけど。だこっちはやっぱり東急になってますね。個人的に面白いの持ってきましたね。で、次が、半壊か。一応こちらですね。半壊電車。100時に向けて出発進行。鉄コレ人気シリーズ。半壊電車のもう160型の製品化。一応新製品って感じでおります。まずこちらですね。162号車が、これはなんだ？一応、もう160型、16両が設置されたんで、まあ、あと、そっか、7年か。7年走って残り、7年走れば100周年か。走ってほしいね、個人的に。一応これ、去年の9月、福岡県北九州市の黒崎から、直方人かな、地高電気鉄道との共同 PR 企画第一弾として、北九州線当時の、塗装を再現した家電カラーと。しか、なんだっけ、地高電気鉄道ってあれだっけ、カールかなんかのラッピング電子が鉄これ出てたところだっけ。確か出た気がします。で、続いてもう166号車ね。こちら去年4月か、旧南海色である、黄緑色の V 字塗装、通称 B クロスターに乗り換えられた車両と。またこちらも地高電気鉄道の共同 PR 企画第2弾として、これか、この B クロスターがあちら側にいるのか、地高電鉄3000型。個人的に面白いことしたな、南海と地高電気。面白いですね。半壊か。半壊でいいのか、半壊か。続いてがこちらですね、鉄コレ第31弾ということで、ね、今回はね、まあ、もう中身見たんですけど、また2両セットのスタイルですね。こちらでございます。まあ、一応ね、今回、また全5種類プラス、シークレットがね、1種類2両編成で、まあ、合計6種12両の、第31弾でございます。一応こちら、楽しめるで、ございます。第31弾、単編成で楽しめる、現役の施設中継車シリーズということで、ね、出ております。ただちょっとね、突っ込みどころがありますんで、先に全部紹介してから突っ込みます。まず1、2、こちらですね、北陸鉄道03系、日比谷線の車両が譲渡された、コーポレートマークのオレンジの車両ですね。確か北陸鉄道時代は、元京王だかなんかで活躍してた、青ガエルっぽい車両、京王だっけ、京王だから違うか、東急が青ガエルか。確か京王で昔のいた車両がいるんですけど、確か現役で。まあそうですね、どちらかというと日比谷線側の銀座線からって感じですかね。で続いて形成こちら、ターボくんですね。6両固定登場した、車両ですが、まあ、97年から8両の、組成変更により、まあ、残った先頭車で、使われたターボくん、一応こちらですね。今回それが、製品化と。まあ後で突っ込みます。で、近鉄、これは6600系か。南大阪線向けの2両編成の、車両と。まあ、83年登場した、1200系の 狂気版として車両と。まあ、異形式同士または多形式を合わせて最大8両の車両。で、78、西の鉄道7050型。7000系の3扉バージョンとして2003年に登場。一応、7000系を挙手しつつの機器面でも、単編成のワンマン運転も採用した、設計になっています。面白いですね。で、最後、90、熊本電気鉄道03系。こちらも日比谷線の車を乗車し、おととしの4月から動かし、まあ、外観の特殊は日比谷線の、帯路を維持しながら、まあ、スカートがついて、パンタグラム先導車については車両ですね。まあ、一応、クーラーが、熊本電鉄独自の仕様となっておりますので、そうですね。まあ、一応、この、でっかいやつから、まあ、ファンが端っこについた、まあ、最近の JR スタイルって言うか、みたいなクーラーに変わってんのかな。一応、これちょっとまだ実写見たことないんで、わかんないんでごめんなさい。って感じの以上の車両ですね。そうですね、やっぱりまあ面白いのはこれですかね。確か、なんだっけな、長野電鉄か、銀座線の03系って長野電鉄にも確か3両編成とか移籍してるんですけど、あっちに行った車両は全面だけが赤帯になったりで、丸の内線からなんですよ。だからとうとう北陸鉄道に銀座線が行って丸の内線が行って、なんか面白いですよね。だ個人的にこの03系の譲渡車両好きなんですよ。で、熊本電鉄道に関しては、メトロの状態なんですけど、これですね、このコーポレートマークみたいなのが、メトロの M マークがあるんですけど、それが若干熊本らしいマークにね変わってるんで、なんか本当愛されてるのかなって感じですかね。だからこれに関してはね、ちょっと欲しいんですよね。だから銀座線、北陸と、熊本に関しては。で、俺のツッコミどころっていうのはこちらです。
分かる通り顔が開いてるんですよ。でこれ何かなと思ったら形成のターボ君、本当にターボ君でやられたんですけど、ね、画像荒いんでごめんなさいなんですけど、一応こちら、これまず上のいるの3668が適用されたら、なんと中間者がそれの相方3621が適用されてるんですよ。だこれね、若干鉄っぽり面白いことしたなって感じなんですよね。まあ、やっぱりパンタ配管とかの訂正はあるんですけど、ただこの形成の車両、合計2編成買えば、まあ、3668のボディから、3661作って、で残ったじゃ屋根という床下で、3628作ればいいし、で逆に3621の屋根という床下で3668のボディで3661が多分作れるんですよ。ただ車番変更しなきゃいけなかったりとか多分めんどくささあるんですけど、それやる人いるのかな。さすがにやってみてると思うけど、1両がだいたいこれ2000円するのかな今回。あ、1600円かまあ今回結構買わなきゃいけなくなるんで、まあ俺はやらないんですけど、面白いって感じですかね。で、パンタグラフこちらですね。銀座線、ごめんなさい、間違えた。北陸の日比谷線、06R の、動力にこちらですね。パンタグラフは0238。で、京成も同じく18メートル級にパンタグラフが0259。で、近鉄、今回20メートル級にパンタグラフが0258。で、西鉄が19メートル級の 12R に、パンタグラフが、近鉄と同じ0258。で、熊本、18メートル級の06R から、パンタグラフが0284ということで、今回ラインナップになっております。まあ、走行パーツはね、04R なんで、全車共通になっております。ただ、個人的にこれ面白いのは、京成だけパンタグラフ回りましたね。日比谷線、あ、ごめんなさい、待ってか、北陸、近鉄、西鉄、で、熊本と、まあ、全車両ね、先頭車にパンタグラフは2機乗ってるんですけど、京成だけパンタグラフ余っちゃいますね。面白い仕様になっております。で、最後が、バスコレですね。まあ、いいか。こちらですね、関東バスが創立90周年ってことでね、2031年には期待したいかなって感じですかね。まあ、90周年でこちらなんでね、まあ、100周年だったらなんかやるんですかね、バス自体が。一応こちら、新宿大木久保吉祥寺武蔵公園間走り続けて90年。中央線線の主要バス会社ということで出ております。まあ、一応、富士重工業の合意、で、いすゞのシンガデールガか。で、三菱ふそうのエアロキング。まあ、一応、3種類セットで、まあ、約お値段が6000円と。これ、1930年12月成立、4台の車両で、まあ、あるか、営業始まり、まあ、創立90周年と。へぇ。まあ、正直なんですよ、あんまり俺、東京都って出かけないんで、路線バスとかって知らないんですよね。やっぱりバスとしてはさ、都バスがいたり、京成バスがいたりさ、あとなんだっけな、ちょっと北区の方行くとさ、国際工業みたいなバスもいるんですよ。あれ、大宮関係かな？大宮によくいる国際工業みたいなやつも、ちょっと北区の方行ったら一回見たことあるんだよな。あとはやっぱり京王バスとかさ、まあこのバスだったりとか。ただ個人的に言うと俺、東京つってもさ、あんまり行かないので、行ったとしても秋葉原、あとは池袋、新宿、まあ渋谷、で、まあ、落合、南長崎なんで、あんまり路線バスのところじゃないんですよ。全部、今の店舗って、まあ秋葉原は普通にパーツ行ったりとか、まあイモン行ったり。で、あと中古ショップ行ったり。で、あとはまあ新宿、池袋、渋谷に関してもイモンの店舗。あと大井町も。大井町は一応京急バスか。で、あと、まあそうですね。落合に関してはまあ普通に大江戸線で行っちゃうから路線バスで行くことないって感じなんで。あんまり東京都のバスって俺、お世話になることは基本的にないんですよね。あんまり知らんのよ。申し訳ないですけど。関東、まあ神奈川のバスだったらまあどうにかなんですよ。まあ神奈川はどうにかなんだけど。まあ横浜市バスと臨港バスとぐらいだったらどうにかなるかな。頑張れば。臨港はどうにか頑張ればなるかな。横浜市バスはまあどうにかなるけど、あと神奈中とね、相鉄とね、京急バスに関してはちょっと無理なんですよ、管轄外なんで。あんまり文庫の方行かねえから俺、文庫っていうか金沢区か、あっちの方行かねえから疎いんですよね。まあ、あんまりバス乗らないんでね、俺トレス行く時ぐらいなんですよ、バス乗るのって。鶴見から乗ったり、新横から綱島から乗ったりみたいな、まあ、あと川崎から臨港バスかぐらいなんで。あんまりね、自分がよく乗る路線があのね、路線バスってマジ詳しくないんで、飛ばせなんか東京都なんか管轄外すぎるんですよね。まあ、一応こちら3台出ますと。で、最後はこちらですね。九州バスか。はい、こちら。福岡から長崎にノンストップ。九州急行バスの九州号が製品かと。フリーワイファイ入ってるんだ。かっこいいね。なんでしょうね。この資料を基調としたさ、グレー、黒の、赤のアクセント。なんかかっこいいっすね。一応こちら、バスコレクションなんだ、これ。オープンパッケージ。福岡県福岡市に拠点を置く九州急行バスの九州号、製品か。66年から運行した福岡長崎を結ぶ、特急路線バスか。81年の長崎自動車道開通の汗高速バスへと進化。現在では最短2時間30分ほどで同期間を結んでいます。本製品では現在2台在籍する新型ヤルエースをプロトタイプとします。ってことですか。逆に言うとこれ5年後が楽しみですね。開業50周年。個人的にね。まあそんなところでございます。ではね、最後無駄話ちょっとしていきたいかなと思うんですけど、まあこちらっすね。ちょっと待ってくださいね。間違えた。さっき言ったね、E4系新幹線のラストダイヤ、まあどういう感じかね、ちょっと、最後、尺が暇なので、遊び半分で見ていこうかなと思います。
ではまずそのラスライアスね、先に時から行って最後に谷川って行きたいんで、まず統計局の時刻表を調べましたんで、あ、高崎か、ちょっとこっちから、先に行きたいかなと思います。ちょっと調子悪いの多分、ここで1個出しましたんで、こっちをじゃあ先に東京駅に変更するか。上越線上の東京方面、上越新幹線が正しくやる。どれでもいいから東京駅か。じゃあまず、東京駅一番列車ですね、下り、マックス時303号、めんどくさいんでいいから略します。303号が東京駅7時4分発、どれだ、上越新幹線、これか、これどういう順番になってるんだろう、気になりますね。トキ314号、これですね、7時4分。3番列車なんだ。当駅始発の、これ。一応、途中駅、上野、大宮、越後湯沢、浦沢、長岡、燕三条、新潟なんで。まさに。途中停車駅わかんねえんだよな。あれが、なんだっけ、北陸新幹線の途中駅、停車止まんのか、あれだった。高崎上毛高原なんだっけ、大宮、熊谷、本庄、早稲田、で、高崎、上毛高原が、多分この辺の駅は通過するみたいですね。で、終点、新潟朝食、13番線であると。一応これ、8両編成の単独運転みたいですね。ちょっとこれ、わかんなくなるから、ちょっと皆さん覚えておいてください。ちょっとメモるか、俺も。303号か。303が、8連と。で、まあ、続いてこの折り返し列車ですね。これはちょっとめんどくさいから、こっち行くか。新潟9時4、あ、間違えた。新潟9時40分の、東京駅、とか、ごめんなさい、新潟市19分ですね。で、折り返し東京駅9時40分に着く、新幹線、306号。これかな、多分、時間的にこっちか。東京着、そうっすね、ごめんなさい。1時間早かった。ただこの後の便か。こっちか。となると時間的に、一応高崎発の電車が東京に着くの約1時間後なんで、大体これぐらいで良さそうですね、マックス時。そうですね、マックス時9時40分です。一応こちら、俺2階だって、こちらも8両ですね、折り返し。一応多分折り返しの306号に充当されるんですかね、時間的には。一応これが、306号。で、次が、東京9時28分発。9時28分発。これか、マックス時。あ、間違えた。一応こちら、まあ、20番線発してか。こっちも単独8両みたいですね。313。で、こいつがまあ、越後湯沢着くのは11時33分なので、まあ、その前にじゃあ316号行きましょうか。マックス時、その前に新潟飛んじゃった方が早いな。新潟発が、2番列車が10時18分か。11新幹線。あ、これか。てか、あれなんですね。意外と新潟との新幹線ってこんな少ないんだ。なんか意外。一応10時8分、マックス時、316。一応これが、8両単独で、運転と。で、途中の高崎でね、連結しますんで、後でこれは詳細いきたいと思います。一応これが、316。で、折り返しマックス時321号ですね。マックス時321号。これ一応、東京駅12時18分なんで、折り返し12分ですね。マックスとこっちですね、一応。12時40分。あ、ま、一応これ、連結して走ります。マックス時、そしてマックス谷川、315。一応、途中の、高崎で切り離しって感じですかね。一応合ってるよね。マックス時315。ごめんなさい、これ、越後湯沢までですね。マックス時谷川315。越後湯沢までフル運転するみたいです。で、一応ここ途中の、あれか、宇都宮で越後湯沢2分。一応これ、まあ、8両編成で運転。で、まあ、相方がいます。そうですね、この辺全部あれなんですね。8両なんですね。で、次が、ちょっと待ってくださいね。一応、マックス時、あっち側が326号か。326号。
これが14時20分発。これ、あれさ、6分ぐらい出るんですね。こちらが一応、途中の高崎でなんかありそうなのねえのか。あ、ちょ、これ8両運転か。これ全部8両なんですね、新潟駅って。で、次が333号。東京駅が、4時40分。これか。上の大宮。あ、これすげえな。あ、これ各駅で出るんだ。あ、ごめんなさい。嘘ついた。熊谷と本庄線で止まんねえや。でも高崎から先そうですね。高崎乗務員1号車、浦佐南号、妻32号車。これ全部止まるんですね。一応8両か。これ時は全部8両運転なんだ、基本的に、もしかしたら。で、すいません、先にちょっと5時40分発行かせてもらおう。一応、最終ですね、5時40分、マックス時、337号。一応、これが今回の、下りは、時は最終でしたみたいですね。一応、こちらは、そうですね、一応、高崎から、自社線内は最終運転。ごめんなさい、加計運転。ってことは、多分そうですね、一応、337と348も、8両運転ですね。一応、新潟、3時37分。そうですね、8両ですね。で、最終便が、8時21分。これだいぶ開くんですよね。ってことはあれか、ラッサン前列車なんだ、マックス時。ってことはこれもしかしたらあれか、こいつらはマックス時って10両編成。なんか10両の気がしてきた。違う便がちょこちょこ来るの、これしませんね。反応が悪くて。いや、グランクラスあることになってことは12両か。へぇー。E7系なんだ。E7乗りてぇな、逆に。あんまり新幹線乗らねえからね、俺。一応これ最終のマックス時、8両っすね。OK。で、一応時は全部8両。で、じゃあ次で、あれですね。谷川行きましょうか。谷川は途中、越後湯沢になるから、越後湯沢どこに行くか。じゃ越後湯沢飛ぶか。越後湯沢から、これは、これで東京方面下りに行くか。あれ、こっちは東京発だよな。そうですね。ってことは、こっちで東京方面下りましょうか。あ、登りましょうか、逆に。こっちか。では、谷川ですね。谷川逆に下り列車、東京発が少ないんでご注意ください。8時4分が始発列車です。こちらですね、8時4分、マックス谷川、各駅停車か、これ。マックス谷川403号、東京発。で、一号室は途中9時34分。途中、上野、大宮、熊谷、すげえ、ほんと各駅と思った。高崎、常務国、一号室。で、こちら16両なんだ。いいなぁ。乗り手。ごめんなさいね。谷川の403号が、16両運転。で、ごめんなさい、先にもう全部、下り列車から潰します。すいません。2番列車が東京12時40分発の、こちらですね。谷川、321号。ってことは通過駅あんのかな？ありましたね。すげえ、速達列車か。速達列車か。上野、大宮、高崎、常務工業1号座。一応こちらは単独8両と。ただこれ単独8両なんですけど、時と連結しますんで、ご注意ください。で、次が407号。407号が、17時52分。だいぶ開きましたね。こちらですね、マックス谷川。途中、上野、大宮、熊谷、本庄さん。これ全部止まるんだ。高崎乗務工場。で、こちらは、で、こちら8両なんですけど、全車指定席なんだ。あ、ごめん、全車自由席なんだ。面白いね。一応8両。で、次が、409号。東京6時16分ですね。あ、これか。で、この後の6時32分が下りの最終列車ですね。こちらも、8両か。で、最後が、411号。邪魔だから、これ、しちゃう。
8両ですね。だから唯一16両で東京発運転するのが始発列車だけか。で、じゃあ逆にここから、下り列車ですね。下り列車が、逆にちょっと本数多くて、あ、ごめんなさい、上り列車か。全部で7本ですね。まず始発駅がちょっと出ないんですけど、一応、高崎6時53分ってやつがあるんですよ。ちょ、これかな、ま、あ、これ普通の谷川だ、失敗した。ちょっとすいません、高崎まで飛びます。すいません、ごめんなさいね。まず一応、上りの始発列車、東京7時52分着が、6時53分、これか、始発列車なんですね、これ本当に。マックス谷川、こちらが474号。終点まで書けっか。じゃ、こちらが16号か。おぉ。なるほど、そこはなんか、東京発の403号、16号は、こいつの影響か。474。で、2番列車が、一応東京駅9時16分着で高、これが越後湯坂4時49分頃となるとこれかな。あ、でも東京9時16分だからこれか。当たりましたね。高崎から東京まで新幹線1時間なんだよ。そうですね、約1時間ですね。一応こちらが、8両とってことで、あとはそうですね、全部8両っぽいですね。こちら316号、一応こちらが高崎始発の、谷ヶ丘。こちらに関してはそうですね、時と連結しますね。11時36分、一応こちらですね、マックス谷川、36号。一応これ、高崎発になってるんですけど、一応こちら、後ろ軸に時がありますんで、時316号、新潟ですね、一応こちらと連結しますと。これが316号。ただそうですね、東京駅が、12時28分発なんで、そうですね、ってことは折り返しの、321号ってことだ。なるほどね。あ、ごめんなさい、戻っちゃった。で、次の列車が419号。あ、ごめんなさい、410号ですね。410号が、東京着が1時ジャスト。ってことは12時頃なんでしょう。高崎4分でしたか。一応8両編成で、一応412号ですね。次が結構時間空くんですよ。新潟発が4時1分、あ、ごめんなさい、越後湯坂が4時1分で、終点東京が5時28分なので、これっすね、間違えた。一応これ、あれ、各駅に止まって、8両運転と。で、次が、ここもね、開くんですよ。まさかの東京に着くまでに4時間いた後、次の列車が高崎始発なんですよ。9時39分。これっすね。谷川の2本前か。ラスト。ラス2の電車で、一応こちら東駅始発で、14番線、まあ、8両編成と。そうですね。まあ一応高崎止まりのやつがないので、まあおそらく出庫してくるのかなと思いますね。最後はなんか回送列車でなんか出てくるんですかね。ちょっとその辺わかんないんでごめんなさい。一応あれと。で、最終列車ですね。マックス谷川416号、こちらでございます。越後湯沢は21時41分発、終点東京11時8分ですね、夜の。まあ、一応こちらも、8両運転と。そうですね。だからもし連結してる列車が、見たいって人いた場合は、谷川の場合は403号、もしくは折り返しの474号ですね。一応これ乗ると、ベストかなとは個人的に思います。ただそうですね、個人的にはこれおすすめそうですね、これですね。東京着7時52分の始発列車。一応それまでにも一応何本か始発列車ありますけど、そうですね、これおすすめですね、個人的に。高崎始発だからさ、別に、なんつうの、しかも、こいつが唯一のさ、始発の16両だからさ、陣取ろうと思えばさ、席も簡単に陣取るんですよね。一応これ、全車、禁煙で、まあ、普通車全自由席なんで。で、しかも一応、この日営業列車はこれ金曜日なんですよ。だから一応、土休日じゃないんで、指定席になることもないし。そうですね、だから面白いのは、これ乗ってさ、そのまま、マックス谷川か。あ、嘘ついた。合ってるか。そのまま谷川403号乗ってさ、越後湯沢まで行っちゃえば面白いですよ。ただ、403号、あれか。まあ、ただ、個人的にやっぱりあれだか、321号か。この2番列車のあれなんですけど、まあ、一応、時と連結するんで、まあ、越後湯沢まで、高崎で唯一切り離さない列車か。一応、合ってるか。
403号。一応これあれ、403号運転列車だよ。ってことあるか、403号は後ろ高崎止まりになるのかな。一応唯一越後湯沢まで連結して走るダイヤが、一応こっちの JR のやつに乗ってると321号扱いなんですよ。だから2番列車、東京発は。そうですね、個人的には、うん、面白いんだよね。そうですね、まあ個人的に、うん、まあトミックスが、まあ、てか、JR か、JR がどの7本中の列車を充当させるかわかんないけど、そうですね、個人的に乗りたいですね、最終列車ぐらいは。まあ、実際当日乗りに行けるかどうかわかんないけど、まあ雨降ったり台風来たり、まあ逆に言うと、このままコロナがね、落ち着かなかったら多分無理だろうし、去年700系がそれで中止になりましたからね。ただ逆にやっぱりすごいのが、700系新幹線とかってさ、あの最終列車って東京発が1本だけだったんですけど、営業最終は。これすごいっすね、営業最終日を。臨時列車組むわけでもなく、普通に営業列車として充当させるんで。なんか意外だな。まあ、とりあえず気になる方はね、ちょっと見てみてください。一応 JR のでもね、調べれば出てきますんでね。まあ、そんなところでございます。まあ、俺は当日ちょっと乗りに行けるかどうかわかりませんけど、そうですね、行きたいかなと思いますけどね。まあ逆にトミックスの NG 自体買っちゃえばこっちのもんなんで、まあ予約しましたんでね、実際が。まあ、最終列車の、まあ、連結するやつにするのか、それは分からんけど、まあ、その時考えましょうか。まあ、おそらく多分、それ対応のね、ネタとか、ステッカーっていうのも多分出てくると思いますんで、個人的に俺が今現在やろうと考えてるのはこちらですね。トキ321号か、316号。まあ、これやるとね、谷川と連結できますんで、まあ、面白いかなとは個人的に思います。一応、高崎で切り離すみたいなんでね、両列車。高崎駅の時刻表みたいな面白いのが、高崎駅。あ、これ。一応、高崎駅で316号。新幹線、こっちでいいか。新潟方面。316号って、どれだっけ、時間。6時、ああ、ごめんなさい、分かんないから、ちょっと待って。消しちゃった、間違えた。ちょっと待って。これか。ちょっと待ってください。一応もう一回出します。ちょっと待ってください。トキ316と、348号が東京高崎間で連結。316。そうですね。で、唯一下り列車で連結するのが321号で、それが新潟1号線か。ってことは、316が普通に高崎発だから、普通に、あれか、頭がケツにポツンってくっつけるだけか。なるほど。なら、そうですね。個人的にはじゃあ、N ゲージでやるとしたら、そうですね、321号か。東京発12時40分。一応これですね。どれだっけ ?321 号。これですね。一応それぞれ8両運転しつつ、東京駅が12時40分なんで、高崎だと、そうですね。あ、これですね。一応高崎13時30分発の谷川、時、それぞれありますんで、まあ、終点の、ね、越後湯沢まで、一緒に仲良く行って、で、13時59分。で、越後湯沢で、切り離して、まあ、前寄りか後ろ寄りか分かんないけど、まあ、時だけがね、ヒューって行っちゃうみたいな。一応これですね、越後湯沢1分発なんで。多分2分あるってことは、そうですね、普通にあれですかね、東京寄りが谷川になるんですかね。ちょっとこれ、それ分かんないんで申し訳ないんですよ。高崎でどう連結するのか。もともと待機してる、なんだっけな。あれか、始発列車に、多分そうなると思うんですよね。普通どう考えたって始発列車にぶつけた方が早いので、一般的にはね、それはちょっと分からんけど。よいしょ。まあでもそうですね。一応 N ゲージ買う以上は、そうですね。新潟、越後湯沢行きにしましょうか。どうせ東京行きにしてもいいんですけど、やっぱりここはね、谷川と時で負けないんでね。まあそんなところかなと思います。まあ一応ね、あと他になんか俺がか、あの予約して N ゲージ気になる方は、教えてください。コメントしてください。一応、紹介しますんでね。てなわけでこんなところでございます。では次回の動画でご視聴ありがとうございました。